シモンヒョンは目覚まし時計を食べますか？推し、目覚まし時計。そもそも目覚まし時計は食べないだろう。日本語難しい。大丈夫だって、バラエティ番組なんだから気楽に行こう。そうそう、いざとなったらシモンの似てないモノマネシリーズで会場を温めるから。似てないわ余計じゃ。それにほら、ヘジュンのお気に入りライガ君も今日は一緒だろ。ライガ、ねえ、何何、どこがお気に入りなの？目と声。失礼します、アルバさん、スタンバイお願いします。ねえ、それではリハーサルを始めたいと思います。改めまして、アルバとヨナの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はぁ、やっべぇ、テレビ出るってだけでテンション上がるのにアルバも一緒とか緊張すんな。ちょっと、いい加減その素人感丸出しのコメントやめてくれません？どうしよう、間違えずにできるかな。ゲームのルールですが、問題出題者があるセリフを伝言者に伝えます。伝言者は次の回答者にそのセリフを伝えてください。回答者は問題出題者が何と言ったのか正解だと思うセリフを答えてください。いわゆる伝言ゲームだな。アルバチームの伝言者はヒジュンさん、回答者は KJ さんです。はいはい、絶対カーツね。ヨナチームの伝言者はクエさん、回答者はワジキさんです。うっす、頑張ります。はい、ではまずはアルバチームの挑戦です。問題出題者の春野さん、お願いします。あ、はい。魔術師手術室で手術中。魔術師手術室で手術中。ハンボンマン。魔術師手術室で手術中。ああ、魔術師手術室で手術中。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 ヤスト君の方が釣られてますけど。待って、これツボ。ああ、魔術師手術室で手術中。はいはい。魔術師手術室で手術中。なんて？魔術師手術。ああ、魔術師。マサチューセッツ。マジチューシュチュー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 。あにゃ。珍しい。ヒジュンがツボった。はい。という感じで本番はアルバとヨナの交互に回答していきたいと思います。ここまでの流れはいかがでしょう？大丈夫です。はい。では、次のコーナーの説明をいたします。皆さんは一旦こちらへ。苦しかった。あの春のヤストです。あの、さっきはごめんなさい。ごめんなさい。僕の伝え方が分かりづらかったからヒジュンさんを困らせてしまったと思うので。いいよ、楽しかったから。かまわヤスト。はい。なんで泣くの？あんま気にしなくていいんで。癖みたいなもんなんで、こいつの。癖ではないけど。お前次だろ、フィッティング。スタイリストさん待たせんな。あ、そうだ、ごめん。それじゃあ失礼します。あの、
ヨナの和食ライガです。この前のパーティーでもちゃんと挨拶してなかったんで。バンガーはライガと話してみたかった。それこの前も思ったんすけど、俺あんたと大して面識ないっすよね。トゥデイランドで同じステージ立ったくらいで。うん、そう、ステージ裏でヨナのパフォーマンス初めて見たよ。ライガのパフォーマンスすごく好き。ああ、そうっすか。ありがとうございます。ヨナは全員学生のチームだよね。僕も学生。アルバみたいに世界中飛び回る活動しながら学校通えるもんなんですか？うん、実際あまり通えてはいないけど、大学を出ることはアッパの夢でもあるから、時間がかかってもちゃんと卒業はする。へえ、なんか意外と庶民的っつうか、地に足ついたこと考えてるんすね。地に足。お待たせ、ヒジュン。次メイク入っていいよ。あれ、話中？ええ、大丈夫です。失礼します。珍しく話し込んでたじゃん。どうだった？お気に入りのライガ君は。うん、友達になった。あっそ、それはよかった。タツキヒョウ。ん？地に足って何？地に足？何何？地底人の話？地底人。